はい、どうも、ザキです。というわけなんで、今回もね、こちら、スプラトゥーン2実況やっていくよ。で、まあ、今回はね、まあ、本当に2週間くらいスプラをやっていなかったってことで、チャージャーを使っていこうと思います。でしょ？まあ、あのね、2週間くらいやってないとね、どういうことが起こるのかっていうと、ガチでプレイが下手になってくる。から、ここら辺のね、ここら辺のクソエムより癖になったら、本当によろしくお願いいたします。ガチでエイムが、衰退した。ここまで衰退するね。落ちないレベルです。とかないで。で、相手のスピードスコープがね、うち嫌なんでね。まあ、いつもね、言ってる、言ってたっけわかんないけど、うち ID にチャージャーがいると、本当にちょっと、本当に、立ち回り自体が変わっちゃうから、みんなそうか。なんか、ID にチャージャーがいるとさ、意識せざるを得ないじゃん。だからね、いつもチャージャーいるときは、言いながらスプラトゥーンやってます。さあ、そしてよし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 。だからね、ついね、もう相手のチャージャーをね、ちょっと見すぎちゃってそっちの方を集中砲火しちゃうっていう立ち回りになってるんですよね。相手、オッケー。そしてそこにスコープが来てます。多分相手怒ったな。入れよあんまりチャージャーに意識向けてらんないから。危なっ。いやー、ハンチャンだけど、こっちハンチャン。さあ、チャージャーがいるんだよ。チャージャーこんな時にじゃあ、最後にゲームか。うわー、絶対違ってくるから、絶対違ってくるから。うーん、そんなことある。あ、やめて。そうだ。いや、別に怒ってない。いやでもさ、本当にチャージャーがさ、全然使えなくなってさ、ちなみにうちね、スマブラも出たけましてね、キャラ変えてスネークしたし、スネークないさ。言い方ー。もうやだ。いやー、やっぱね、スコープ使ってる人って大体結構うまいから。いや、怖すぎる。ユリさん、絶対いるから。オゲイ。ガチでさ、ほんとに、パシ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 してる。いやー、本当に衰退したな。マジでさ、あのランク10になるまでね、縄張りしか潜れないんですけど、本当に。さあ、また縁側か。縁側はまあ嫌いじゃないんだけど、もう一つのステージがビーバスだから、うちビーバス好きなんですよ。だからビーバスが良かったなっていうのはある。あ、また相手にチャージャーがいる。嫌だなぁチャージャーに抜かれ、個人的に思うのはチャージャーに抜かれてる数すごい少ないと思うんですよ。なぜかっていうとすごいチャージャーに意識を持ってる。いや、それはいじめだろ。もううちランク K だぞ。ランク K に対してさ、ランク星の人がさ、そうやってやってくる、まあ、ガチで初心者のお客さんみたいな。やるけどいや、うち割と初心者っぽい動きしてる人には優しくしてるよ。まあうちみたいな、まあうちはあくまでもさ、ほんわかといったらほんわかだけどさ、チャージャー使ってんじゃん。いやなんか不気味です。え、どこから。あ、お前スプラッシュボールじゃないじゃん。どこから飛んでたんだよ、あれ。まあいいや。あやの3つで起動したっていう動き方はもう変な感じ。そういうことなんだけどさ。
の絶対さ、こっちは当たってたじゃん。スポーツには届いてさ、こっちは届かないっていうのおかしいんだよな、マジで。なんでそういう仕様にしたのよ、ニンテンドー。いや、マジさ、自分のエムがないで本当にやっつきますよね。まあ、スプラもスマブラもやれば上達するとは思うんですけど、それまでが長いから、それまでが長いかは分かんないけど、絶対スペースボークだったら遠くでこっちは届かないから。あーもうだからさ、ちゃんと守ってよ味方、何にもしてないじゃん味方、弱すぎ。縄張りのレベル高いのに味方弱いってさ、おかしいんだよ。考えて狙ってきたらもうこの試合でやめよう、勝てなすぎる。多分ね、この多分編集の意欲もガチなくなってるんで、編集もこの感じでやると思います。うん、まあスクラップ4編集になるんですね。あーもう本当にクソ、いや、またやられてるだけじゃん、何言ってんの本当に。はい、やっぱりね、シミュレーターになっても味方はないってことで終わりましたね。はい。というわけなんでね、まあ、本当に、マジデータ消えるのが、まだデータ消えたかはわかんないんですけど、まあマジ、味方のせいでスイッチ壊れたのにさ、それが治ってか、治ってというか、新しいスイッチ買ってからでも、こういう味方運に恵まれないのは本当におかしいですね。あっちの M も、そうなのはあれなんですけど、本当に、イラつきますね。じゃあ、またね。